さあやってまいりました超大感謝激ひなスロット。こりねえなぁ。大体課題評価しすぎじゃねえのか。普通のメンバーの当たる確率は 1%。これって高いのか。支援をまとったキャラは能力が異常だから。普通は簡単には出ないんだけど。なんと今回は1押し。11連で 6% です。他にも同じ確率のやつはいるみたいだが。大体激キャラなら雫をすでに持ってるじゃねえか。あいや夢ってのはね。たくさん食べたいものなんだよ。能力は言わずと知れた即死能力。さあどうでしょう。残念ながら激ひなは入ってないな。さすがに被ってきているし、当てるのは難しいぜ。とにかくこのまま引き下がれないのは分かったよ。新キャラに体当たっただけでもすごいと思うんだが。目標は文字通り目指すしるべ。理不尽を理不尽で跳ね返せてこそ、一発のゲームプレイヤー。私こそ白霊霊夢がそれを証明してみせるよ。ただの意地だな。意地を張っても最後まで通したなら、手を伸ばす者こそ望みを叶える権利があるんだよ。どんなに言い繕っても、絵に描いた餅、お腹は膨れないぜ。私はゆっくり階に舞い降りた巫女。できないならできるまで挑戦するまで。次チケット50枚貯まってからでもいいんじゃないか。その方が1回多く回せるぜ。今までの戦績からして、入手する確率が最も高いのは、今、メンバー娘のいいところは、普通のキャラよりやや強めなところ。ややねえ。制限ステージに覚醒色を持っていけなくても、支援をまとったキャラは別。ましてや一撃で敵を倒すとなると、かなりのアドバンテージ。ぜひとも欲しい？このキャラクターたちだってかなり強いんだけどな。穴に落ちちゃったりしないし。その上があるんだから、入手に尽力を尽くそうよ。はっきり言うぞ。50枚貯めてからの方が効率がいい。これで当てるのは、利益より出資の方が高すぎる。でもね、入手したら納得できるし、今後のケリ姫生活が潤うんだよ。主にチケット集めばかりしているくせに。ステージ攻略が父として進まないくせに。最初の頃は頑張ってたんですよ。それがレベルが追いつかなくってダメージを与えられなくなって、レベルアップも頑張りましたよ。でもこれだけに不審でもしない限り。って惜しい？闇落ちする前のひなだな。結構被ってきたな。レベルは主人公のレベルを上げないと上げることはできないので、蹴り放題でも育成は時間がかかります。来ませんねー。リスクが高すぎるんだよ。おとなしくレベル上げに専念すればいいと思うんだが。チケット残り7枚。マリサくん。最後に笑うのは私だー。なんだって。さあ勝利を願う者こそが、恩恵を享受することを許される。はははは。我が宿願成就セリ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ケリ姫用のオープニングもエンディングもありません。これは仕様です。